爪なしカワウソは、食肉目いたちか爪なしカワウソ属に分類される、哺乳類。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボアール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、セネガル、タンザニア、チャド、ナイジェリア、ナミビア、 ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、リベリア、ルワンダ、レソトコンゴ盆地を除くサハラ砂漠以南のアフリカ大陸広域に分布する。本種に含める説もある主にコンゴ盆地に分布する、ザイエルツメナシカワウソエユニックスカンジェカとは、ウガンダとルワンダで同所的に分布する。 体長オス76.2から 88cm、メス73から 73.6cm。オナガオス46.5から 51.5cm、メス49.5から 51.5cm。体重オス11.5から 21kg、メス10.6から 14.2kg。カワウソ類としては、ラッコウオカワウソに次いで3番目に大型。背面は、 薄褐色や脳褐色と変異が大きい。上唇から頬、喉、胸部にかけては白い。甲子の跡の間にはわずかにだがあるが、前脂の指の間にはない。甲子の第1.5脂と前脂の指には爪がない。甲子の第2から4脂には短い爪がある。第9脂は大型で幅広い。これにより、魚類の骨や甲殻類を破砕することに適している。 本種の化石は最も初期のものでは、更新予の地層から報告例があり、アフリカ北部、南部、東部で化石の発見例がある。以下の例のように、ザイール爪ナシカワウソを本種に含む説もある。以下の亜種の分類は、MSW3 でのザイール爪ナシカワウソを含めた本種の分類に従う。和名和に従う。主に淡水域に生息するが、一部の個体群は、 海岸でも見られる。ガマ族タイファやヨシ族フラグマイツで覆われた浅い水域を好む。主に単独で生活するが、ペアと2から3頭の幼獣からなる家族群を形成することもある。小型発信機による調査では行動圏は4.9から1062.5ヘクタールで、主に1.1から138.9ヘクタールの行動圏内で生活するという報告例がある。 爪なし川嘘は広大な沿岸平野から半乾燥地域、森林に覆われた地域まで分布する。南部アフリカのほとんどに生息し、通常枝葉に囲まれた高級的水域付近で暮らしている。木、枝、及び落ちた木の葉を避難場所や木陰に利用する。陸上では動きが遅くやや不器用であり、餌の入手や捕食者から素早く逃げるために岸辺に巣穴を掘る。 ケープ半島のファルスベイでは、海辺や岩礁で餌を砂取ったり、浅瀬でボラ類を狩る様子が見られる。都市部では主に夜行性で、日中は草むらでじっとしている。爪なしワウ嘘は、基本的に単独で行動するが、5匹以下の家族グループの縄張り近くで生活する。縄張り内にそれぞれが個々の領域を持ち、つがいを求めない限りその境界を保つ。 縄張りは、肛門船から分泌される匂いでマーキングされる。爪なしかウ嘘はそれぞれ自身の領域で強い、縄張り行動を示す。陸上では、不器用だが水中では動き回り、一いた地中泳いで、獲物を捕まえて過ごす。避難や休息、草場で体をするために、地下の巣穴に戻る。尻尾は、他の水生動物のように水中での移動や推進に、使われ、歩行時や、 直立時のバランスを取るのにも役立つ。爪なしかわ嘘は、脅威が迫ると、近隣の仲間への警告と、捕食者を混乱させるために感んだかい鳴き声を上げる。非常に暑い環境では体温を冷やすために水中に、止まり、日中の最高気温から逃れるために、巣穴で過ごす一方、体脂肪の絶炎層を持たないため、保温には断熱効果のある熱い体毛に頼る。 アンギラベンガレンシスエンタラミアスアナプラス、デイベヤバーバスナタレンシスワンフィディアスユーロノスカパス、ブラウントラウトブルーギルオークチバスコクチバス、ミクロプテルスプンドシューラタスティラピアスポームニーなどの魚類、ツメガエル族ジーナッパスなどのカエル、パタマローツ族などのカなどのカニ類、昆虫などを食べる。主にカニ類を食べるが、地域変異があり、地域によっては他の食物がある地で、カニ類が2番目であったり、 食生の割合が小さいこともある。例として、旧ケープ州の海岸域では、魚類が捕らえた獲物の50%を占め、カニ類は28%、エビ類の一種ヤススラランディが11%、アワビ類の一種ハリオティスミダエが6%という報告例がある。ジンバブエでは移入されたニジマスは、食生の1%未満とする報告例があるが、一方で、 クワズールナタール州では、植生の88%を移入された、全長20センチメートル未満のマス類が占めるという報告例もある。冬季に、オーバン類、白鳥類などの大型のカモ類、アヒルなどを襲う可能性もあるが、捕食するのは稀とされる。獲物は全死で探したり掴んでから捕食する。獲物の後ろに潜んで捕まえた後、騎士に泳いでから食べる。 前足はとても器用で、水底の泥を掘って獲物を探したり、石を持ち上げたり、木の下を調べるのに使われる。非常に敏感なホラゲで水中に潜む獲物の動きを感知する。ナイルワニや三色ウミワシは本種を襲う可能性はあるものの、主な天敵は人間で、カニ用の漁法による混沌や交通事故などが挙げられる。12月にするとされるが、 出産の報告例から南半球では寒気にも交尾を行うこともあることが示唆されている。妊娠期間は約63日。南アフリカ共和国では8月下旬に出産するとされる。1回に1から3頭の幼獣を産む。飼育下では1回に5頭の幼獣を産んだ例もある。生後16から30日で開眼する。授乳期間は45から60日。 生後1年で生成熟する。飼育下での寿命は13年以上とされる。移入されたニジマス、カキンなどを食害する害獣とみなされることもある。森林伐採や火放牧などによる生息地の破壊により生息数は減少している。毛皮用の採集、漁業の競合相手や害獣としての駆除及び本格などによる影響も懸念されている。 1975年のワシントン条約発行時には、ガーナの個体群が、ワシントン条約付属書3に、1977年に、カワウソワカ単位で、ワシントン条約付属書2に掲載されている。1985年に、アシュ、AC マイケラドンのカメルーンナイジェリア個体群が、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。オッタートレールは南アフリカにある、 トレッキングコースであり、その周辺で見られる爪なしカワウソにちなんで命名された。トレッキングコース周辺のカワウソはコースが、父釜国立公園内にあるため保護されている。ありがとうございます。